思いのほかね、長くね、時間かかったよな、ここまで来んの。だからちょっと寂しい感じもするけどな、正直。今日で終わっちゃ、いやー寂しいな。長かった虫人気第1弾との戦いも今日で終わりか。あと1枚ね、あと1枚の LR を。本当はね、もうちょっとね、早くコンプリート決めるはずだったんだけどね、思いのが出なくて、レジェンドレアがね、ここのレジェンドレアが全部5種、こんなに開封してるのに、まだ5種全部揃ってる。でも、スーパーレア、レア、ノーマル全部ね、ノーマル50社って49社ずっと止まってて、やっとイラが、幼虫出たと思ったらいきなり出始めたからな、あんな野郎イラが。ずっと出なかったのに、おぉコカマキリちゃんだ。今俺カマキリ飼ってるんだけど、元気なカマキリ、前捕食動画撮ろうとして失敗したんだけど、もうね、普通にピンセット越しで食って、ピンセットでこうね、つまんでコオロギあげるだけで食べてくれるよね。もう、めちゃくちゃ食欲がね、やっぱ最初慣れるまでは、環境に慣れるまではあんまりあれだったんかな。今もうめちゃめちゃ無茶、これ無茶。でもね、ちょっとね、むごいね。いやいや、まあしょうがないね、自然の戦いだからむごいよな、もう。あっ、クマバチだ。俺ずっとクモモチだと思ってたのがさ、マルハナバチ、バンブルビーだったんだよね。映像王マルハナバチっていう。まさかのバンブルビーだったっていう。ずーっとでも、北海道にしかいないから、多分知らないんだろうね、北海道以外の人ね。マジでクモモチが可愛いよ。モフモフ。ハムスターみたいな感じで、モフモフで、もうめちゃめちゃ、あれ、もう一番可愛い蜂だと思うね、クモモチも。可愛いんだけど、クモモチ以上に可愛いで、大村さん、ムーちゃんね。大物つける幼虫ときまして、この次が重要だからな。孤独の因果からの最後の LR! おー、スズメバッチが。これはもう LR でも全然 OK だから、次回3弾だから LR で来てほしいね。あと、タガメも来てほしいな。タガメがさ、1弾、2弾にいないなんて考えられないよね。なんでいないんだろう、タガメ。信じられなくない？タガメいないんだぜ。虫人気に。絶対いるだろう、水の昆虫の帝王としてさ、キリギリス、そして、クロアゲハ。うわ、緊張すんだ、今日で最後か。もう間違いなく今日で出るよ。もう、この間でしょ。ウバタマシね。そして、さあ、この次、いきます、最後の。ありがとう、みんなありがとう、ここまでついてきてくる。うわ、みんなありがとう、これで、こっ、ちょっと、マジで出た。やった、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、そっと置いて、そっと置いて。よっしゃー、これが出なかったんだよ、瀬戸際の虫しぐれ。これでもすげえな、かっこいいカードだな。瀬戸際の、うわ、イラストかっこいいね。瀬戸際の虫しぐれ。これが最後のカード。やったー、コンプリート。うわー、長い戦いだったけど終わっちゃったなー。寂しいね。瀬戸際の虫しぐれ術カード、自分の餌場にある同じ色の虫を最大2つまで選び、バリ出せ。ターン終了時にそれらを破壊する。あ、なんかマジックでもこのようなのあったね。復活させて、すぐ、もう、墓地に墓場に戻っているやつ。そのようなカードか。瀬戸際の虫しぐれ。いやー、ついにコップだ。ありがとうございます。長い戦いだった。もう今日出る予感がしてたんだよね。今日出る予感が、もう目、ね、やばかったんだよね。出る予感が。でもあとね、3パッキーあるから、まあ、もう1枚、前みたいに LR レンジャーで出るかもしれないからね。やった。偽穴魔王カワキリ、もう1枚ぐらい出したい。これ。で、あ、黒大割ちゃん。黒大割ちゃんの女王ね、今2匹ともね、もう、大コロニーになりつつある。めちゃめちゃ増えてる。この、一番ね、胸垢大割ちゃんがもうやばい。50以上にいるんじゃないかな。最初の1年目だよ。最初の1年目なのにもう50、こんなに増えるんかっていうぐらいで。で、飛び色ケアリちゃんに至ってはね、一番増えるであろう飛び色ケアリちゃんが潜っちゃってわかんないんだわ。で、ワーカーめちゃくちゃ出てきてるから、かなり、もしかしたら一番多いかもしれないね。飛び色ケアリちゃんね、コクワ型。やったー、コンプ決まったー。イボバッテー、ドゥルッテー。いや、マジで嬉しい。瀬戸際の虫しぐれ。やべ、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、マジで。That's so good! コンプリート決まったぞ、みんな。やった、ありがとうな、マジで。みんなここまでついてきてくれたみんなな、マジで。ありがとう。
やっとコンプ決まったよ。やっと、あれ地獄。クマゼンビ、カワヒで真正面からのクマゼンビ。で、キアゲハニ。半妙の手招き、ありがとう。やばってるし。黒方ゾウムシね。で、うわぁ、ちょ、人生最後の、あ、でも、ニセアドマオカマキリ欲しいから、まだ、買ってこようかな。ニセアドマオカマキリ欲しいんだよね。だちょ、まだ買って、もう買うかもしんない。半秒。やった。でも、とりあえず今日で、ね、コンプ決まったので、1段の方はね、これで俺、あと2段だね。2段を決めて、3つつもありと。いうことで、全種類コンプリート。ありがとう。マジな、ゲー戦いだったな。これ全部一応、すげえ。この分厚さがね、1段。この分厚さ。この分厚さが第1弾なんだけど、116だったっけ ?116 番だから、112、115。この次だ。ここ。ここに、このカードが入ります。おー、やったー、埋まった。これで、ジョイーシャラー全種類コンプリート。ありがとうございます。第1弾、これで、全種コンプ。すげー、ぶって、見て。これが第1弾の、ぶっとさ。うわぁ、やったぁ、嬉しい。これ、抜けてるのないよね。絶対。あったら泣くんだが、ここまで苦労してコンプしたと思ったら、抜け、いやでもないと思う。絶対ないわ。こんだけ、何回も確かめたし、こんだけ確認して間違ってるわけはないから、多分、全部あるはず。やった、泣きそう。コンプできた、やった。いやマジで長かったわ。本当に辛かった。第一弾、さすが第一弾だったね。第二弾は少ないからさ、まあ一体力は簡単だと思うんだけど、まだコンプしてるけど、あと1枚ね。あっちもあと1枚なんだけど、次あたりいけるかもしんない。これで全部あるよね。大丈夫だよね。いながらこいつでめちゃめちゃ苦戦したんだけど、前回来てくれ、もう前々回ね来てくれたし、今回最後のね、LR も、こっからがね、この、術っていうか、スペルとか強化カードとか、こんな感じなので、ここのゾーンの LR が出てなかったんでね、ここのゾーンね。で、ようやく来てくれたので、これ。あー、これも LR なんだけど、これじゃないわ。割れた、これ。瀬戸際の虫しぐれね。おー、これが来てくれて、全部埋まったので、よし、コンプだね。間違いないね。よし、ありがとうございます。大丈夫だな。なんか似たようなのあったけど違うね。おーし、オッケー、コンプリート。間違いなく全種コンプ。長いようで、いや長かったな。いやでもなんか短く感じるな、いざ終わっちゃうとな。寂しいな。いや嬉しいんだよ、すごいコンプできて嬉しいんだけど。お別れっていうのが、これでみんなとお別れっていうのがさ、まあ、次回から対戦動画でちょっとアップしたいなと思うんだけど、対戦したいね、早くね。俺の虫たちね、ゲットした虫たちね、ちょっとね、対戦動画をね、あげたいなと思います。ということで、今までね、ついてきてくれてみんなマジでありがとう。ここまでついてきてくれて本当にありがとうね。最後まで一段コンプリートすることができました。ありがとうございます。あとは2段だね。2段コンプして3段にあと備えるのみと、あと偉人伝やるけどな。偉人伝すっげえ時間かかりそう。偉人伝のね、でもそれでも2種は出たからな。あ、3種か。あれ2種か。モーツァルトクレオパトラだと、織田信長と、あと三種。あ、まあ、年内いけるかな。年内コンプいけるかもしれないから、ちょっと頑張って、偉人伝の方も進めて、行きましょう。それでは、第一終わっちゃった。いや、嬉しいんだけど、なんか寂しいね、マジでね。いや、嬉しいんだけど、いや、寂しいな。早く終わりたかったんだけど、実際終わったら、寂しいっていうね。そういう、まあ、コンプした。いやー、嬉しいな。でも、嬉し泣きと喜び泣きがダブルで押し寄せてくる。じゃあ次回はね、2段の、まだあるから、コンプ。2段の方まだあるから、2段の方のもうコンプ決めて、終わりにしましょう。ありがとうございました。最後はやっぱさ、ゲットしたばっかのカードで、バイバイしよう。瀬戸際の虫しぐれ。ありがとうございます。いやー、かっこいいカードだ。もう最後にふさわしい LR だったな。かっこいいわ、イラスト。めちゃめちゃいい。おーし、コンプ。じゃ、最後にもう一回ちょっとコンプの厚み見る。全種コンプの厚みだぜ。全種コンプの厚み。ぶってー。